今の言論のあのなんか低たらくっていうのはさらにやっぱり深いレベルになっていて、うん、まあ、あのやっぱり特にここ 2,3 年はすごくあの厳しいと思いますね。あの、うん、つまりいわゆる結構ちゃんと知識人と言われている人たちがツイッター上で非常に幼稚な議論をするようになっていったので、うん、あのもう落ちるとこまで落ちてる状態ですよね、うんうんうん、であとそのそういう思想とか哲学みたいなところでももうあの専門誌自体がちょっとツイッターで目立ってる若手研究者とかにエッセイみたいなものをどんどん書かせるようになっていて、うん、結局そのなんて言えばいいんだろうな、その大学自体の権威も結構地に落ちてるというか、うん、あのでそれがだからここ 2,3 年急速にやっぱりあの多くなってきていて、うん、でなんかいわゆるそのまあ、なんていうか言論人とか知識人とかが持っている社会的な信用全体がもうあのとことんまで毀損しているので、もうちょっとこれはね個人の力ではいかんともしがないですね。だからまあ僕としても自分一人で勝手に僕のやりたいことをやるという答えしかない。朝日のツイッターに関するインタビューで1万から10万ぐらいの規模って確かおっしゃってましたよね、はいはいはい、通じる相手あれあのでもあの数字ってなんか全然別の言葉で言うとなんかあのそれこそダンバー数っていう言葉があるじゃないですか。あのなんか頭の中で友達が、ね、できる150から200ぐらいの数、うんうんうん、でそれの事情ぐらいですよね。あ多分ダンバー数の事情ぐらいが、うん、あのコミュニティとして結構そのあのなんていうかまともに回る集団、うんうん、だからあの、まあ、あそこのインタビューでも多分言ってると思いますけど、うん、ルソーがあの直接民主制の理想として掲げたあのジュネーブの当時の市民、はい、人口というのは大体3万ぐらい、うんうん、でそれはまあ大体ダンバースの場合事情ぐらいなんですよ、うんうん、でだからそれ多分偶然ではなくて、うん、つながりにこうっていう、そう多分その友達の友達っていう範囲で、うんうんうん、あの持てる数、まあ、そこにもしかしたらだから多少このメディアっていうのがいろいろ能力を支援してそれが倍とか3倍ぐらいになるのかもしれないけど、まあせいぜいやっぱ10万ぐらいまでの規模が多分その人間が話ができる規模 でそれはだからエリートだからとかそういう話じゃないと思うんですよ。あのつまりその10万の中にはもちろんいろんな階層がいるはずだしいろんなあの多様な出自の人がいるんだろうけど10万ぐらいだったらば多分その中のトラブルっていうのがある程度その先鋭化しないで議論っていう形になってくんだろうけど、うん、もうそれを超えてしまうともうどうしようもない。で、まあだからそういう点で今日本ではなんかそういうこのいきなりだから1億人というか数千万人にあのみんながさらされるようになってしまったので、うん、もう議論できるような状態じゃなくなってしまってますね、うんうんうん、で私たちあの言語を使ってコミュニケーションしているのであの当たり前にみんな言語が使えるものだと思ってるんですけど、でも言語ができた歴史を考えると音声言語ですら7万年ぐらいの歴史しかないし、はい、あの遺伝子をたどっていくとそれぐらいだろう、うん、おそらく考えられる、うん、文字言語に至っては5000年ぐらいの歴史しかないので、うん、なんて言ったらいいかな、ちょっとあの病名出すのはあれですけどディスレキシアっていう病気がありますよね、うん、でディスレキシアを潜在的に持っている人の割合って 10% ぐらいいるんですよ実は、うん、で人間の脳で文字を理解するために使っている領域ってもともと違うことをやっているところなんです、うん、でそれを無理やり文字を理解するために使っているので、うん、文字を理解できるっていうふうに思っている人は実はほんの数パーセントしかいない可能性だってあるんですね。で、まあ、本の売れ行きを見れば分かると思いますけど、どんなに売れても100万部ぐらいですよね、日本だと。ということは 1% ぐらいの人しか実は文字情報って正確というか、まあ、ある程度理解できる層っていうのはそれぐらいしかいなくて、エリートはその中に入るかもしれませんよ、はいはい、だけれども普通の人はそんなに理解できない、文字でいくら発信してもなかなか分かってもらえないし、うん、もうひょっとしたら今は学者の中にもそういう人がいるかもしれない、うん、っていう様相をちょっとまあ悲観的に今お話を伺って思ってしまいましたけどもね、うんうん、ツイッターは文字メディアですから文字が主題になっているメディアですけれども、うん、それでもエモーショナルに反応する人が多い上に、うん、一部しか切り取られずにこう応酬が始まってしまったりするというのは、はいはい、そういう様相なんじゃないかなというふうに解釈できるかと思いますが、うん、去年か一昨年かあの三島由紀夫 VS 東大全教頭っていうドキュメンタリーがなかなか面白かったんですけど、うん、やっぱ何が面白かったって、まあ、左右まあ対立するというか逆の立場の人が結構まともに議論してたじゃないですか、
あれはすごく私が見てもやっぱり私は世代でいうとバブル世代ですけど、非常に新鮮だなと、今あまりもう見られないものだなというふうに思うんですけど、それも一つの閉塞感のまあ理由なのかなと。議論ができる場がないよね言論カフェは例外としてね。ありがとうございます。言論カフェではものすごく多様な人を呼んでるっていうのが、その右から左っていうのが、まあちょっと陳腐な言い方だけれども、すごいなんか広いスペクトラムで呼んでるんですよね。そうなんですよ、私まで呼んでいただきましたから。私までってどういう意味合いなんだ。不倫反対主義者。やっぱり議論は場も必要なんだけど、だから例えばあの三島対全共闘であれば、あれは僕が見るにやっぱり三島が偉いんですよ。やっぱり三島がつかのなんていうか格上というか、かっこよかった。やっぱりこうなんていうかこう適当にこう、まあ、あの全共闘からのいろいろ罵詈雑言なんかも受け止めて、こういなしてやってるっていうところがあって、だからやっぱりああいうタイプのことができるようになる人が増えるっていうことだと思いますけどね。東さんとか。いや僕はとてもとてもできませんが、やっぱりこう司会をしたりな、まあ、だからそういう意味でも訓練ということでもあると思いますよ。だから本当は論壇みたいなものを復活させるためには、そのなんていうか司会とか聞き手みたいなものっていうのをやる、場所っていうのがなきゃいけなくて、やっぱり大学の先生をパッパパッと呼んで、議論させようって言っても、やっぱり皆さんその自分の研究については喋るけど、人の話は聞かないし、日常討論みたいになっちゃいますよね。だから聞くっていうことがないんですよ。僕はやっぱ言論学部10年やってきて思ったのは、人々は、で僕ってすっごく昔人の昔ってか今でも言われてますけど、人の話聞かないって言われてるんですよね。で人の話聞かなくて自分の話ばっかり喋るってよく言われて、子供の頃から言われてるんです僕は。で実際聞いてないとも思うんだけど、でもそんな僕からしてもやっぱり驚くぐらいみんな人の話しかないんですよ。自分の話しかしないんですよね。だからなんかこれは、それはもしかしたら日本の国語教育とか、結構その中学校とか高校とかの、だからディベート教育ではなくてですね、なんかね、インタビュー教育というか、人から話を聞き出すっていうことの訓練みたいなものっていうのを、入れた方がいいんじゃないかなとは時々思いますね。つまり、それはなんていうか今こう論争が起きすごく不毛になるっていうことともはい、関係してて、やっぱりその向こう側が何の意図を持って聞いてるのか言ってるのかっていうことを想像しながら喋らないと話って聞き出せないんですよ。結局その人って言葉遣いも全然違うから、こっち側がカチンとくるような言葉を使ってても全然違う意味で使ってたりとか、逆もあるわけですよね。だからその特に政治的な話とか繊細な話になればなるほど、言葉の ちっちゃなズレみたいなものを少しずつ調整していくっていうことの方がむしろ大事で、そうじゃないとなんていうか主張だけ聞いてもしょうがないんですよね。でじゃあそういうのっていうのはやっぱり訓練だと思うん で今の、ね、日本だと多分そういう訓練の場がほとんどないんだと思いますね。最初に防衛費の財源の話がありましたけど、原発再稼働リプレースもあるじゃないですか。これも本来であればもっと議論するべきだし、実際去年の参院選の前に私はまあ岸田政権の中枢の複数の人物に、これはちゃんと選挙の前に総理からなぜ再稼働リプレースが必要なのか、もう決死の覚悟で国民に訴えかけるべきだと、それで真意を問うて、でもし勝てば堂々と再稼働リプレースすればいいじゃないですかって言ったんですよ。みんなハンデを押したように、いやいや選挙前は無理だよそれは、票が逃げるからってみんな言って、すごく私の中ではそれも閉塞感なんですけど。そうですね。だからまあ、もちろん政治家も有権者を信じてないし、なんていうか、まあ、だからみんなが相互不信なんですよね。でやっぱり僕としてはなんていうか多分日本でいじるべきなのは多分なんか教育だと思いますね。それは最近そう思うようになりました。で時間をかけて人と話すっていう教育、だからそれどういうふうにプログラムに入れるのかちょっとそこまでアイデアがないんですけど、多分日本人はそれをやってない。だから例えばやっぱり今切り取り動画とかも問題になってますけど、切り取り動画とかツイッターでの言葉尻の応酬みたいなものになるのっていうのは、やっぱりその基礎的な人としゃべるっていうことのなんか能力が鍛えられてないんだと思うんですよ。だから他人がちょっと変な用語で言ったからといってすぐその言葉尻に飛びついて反応しちゃダメなんですよ。あとさっきも言った通り、日本ではトークショーって言っても、で質問って言っても大体質問になってなくて、
もうなんか自分の主張を言うだけなんですよね、うんうんうん、言って満足しちゃってデートについて東さんはどうお考えでしょうかみたいな感じなんですよ。もうずっと長く喋ってで、ああいうのを見てもやっぱりなんか慣れてない、はい、つまり、はい、質問するっていう訓練を受けてないし、だから時間をかけて人の考えをあの引き出すっていう訓練を受けてないんで、うん、そういうプロ訓練を小学校とか中学校の段階で何か国語教育に入れるといいようには思いますね。教員にその能力は期待できますかね。だから教員もないわけですよね、もう今は、うん、日本ずっとやってないから、うん、でもどっかで始めなきゃいけないから、うん、なんかやっぱ強引でも始めて、うん、あの10年20年とかやっていくと少しは変わっていくのかなと、うん、まあ、自分があの三島由紀夫と全教頭の中で、はい、あの一つ特徴的だなと思ったのは三島由紀夫にユーモアがあるんですよね、はいはい、でなんかどんなに攻撃的なことを言われた時にも笑いで返してるんですよ、うん、であれが今の人できないなっていうのを自分はすごく、うん、あの危機的なことだと思っていて、うん、あの笑いの教育をしてない、うん、なんかこう攻撃的なことされたら攻撃的に返さなきゃいけないっていうふうに なってしまう、うんうん、っていて、ちょっとこう面白く返して相手の気持ちを、うん、攻撃心をくじくっていういなし方ができないですよね、うんうん、確かあの映画の中で三島由紀夫が、うん、この机は君たち全教頭にとってはバリケードを作るためのものだけど、そうそうそう、僕にとっては原稿小説を書くためのものだ、うん、でもどっちもやっぱり机は美しいみたいな機能を果たして、うんうん、両方机の機能だみたいなことを言って、ね、理解を示すんですよ ですね、相手に。でなんかもう最後は学生さんたちが三島って言ってたのを、うん、ね、だけど三島先生ってうっかり呼んじゃうっていうシーンが非常に印象的だった。やっぱりそうユーモアでもっていなしていく人が尊敬を集め得たっていうのが、あのムービーからの学びの一つかなと思うんですけど、ね、今って本当に言葉尻を捉えて論破王みたいな、なんか持ち上げられてしまうっていうのはどうなんだろうなという。ここ数年ニューズピックスに代表されるような意識高い系の知識人が日本の代表的な論客だというような風潮に嫌気がさしています。成田さんや千崎さんは落合陽一さんと対談されていますが、彼が提案するような世界が全くいい世界だと思いません。皆さんのご意見を伺いたいですっていういかがなんでしょうか。僕ですか。成田さん、先生さんの名前が上がってます。あの業界的には僕、落合さんと全く同じくくりにされてますからね。難しいですよね。いや、でもどうなんでしょうか。ニュースピックス界隈がみたいなのは、はい、うん、多分嘘だと思いますよ。あ、てかそういう業界だけを見てらっしゃるんじゃないですかね、うん、っていうのは僕むしろそのニュースピックスっぽいもの、はい、いわゆるあの意識高い、うんうん、経済社会メディアみたいなのあるじゃないですか、はい、あれ系が力を持ってるっていうのがそもそも嘘だと思うんですよ、うん、むしろ問題はあれが力を持てないっていうことの方で、うん、結局そのニュースピックスみたいなメディアも、はい、日経電子版みたいなメディアも、うん、結局有料会員数十万人ぐらいのところでどうしても差しちゃうわけじゃないですか、うんうん、だから結局ああいうその意識高いちょっとただのワイドショーとは違う情報みたいなのを求めてる人、はい、それをお金払ってもいいっていう人は多分人口の数パーとかしかいないんだと思うんですよ。なのであの中でいくら影響力を確保してもその超マイノリティの中でのそのローカルインフルエンサーでしかないんだと思うんですよ、はいはい、なのでだからみんな勘違いしてるんですよ、根本的な奇襲と速度が全ての作戦だ、うん、中立でなければならないという建前になってると主権を尊重してこなかった。だからみんな勘違いしてるんですよ、根本的な奇襲と速度が全ての作戦だ、うん、中立でなければならないという建前になってると主権を尊重してこなかった。